鼻くその話とかするんじゃないの。鼻くその話って何ですか。あ、行った、おめでとう。あ、昇格した、やった。あ、ランナー一塁行った、1点差やのに。もう完全野球じゃないですね。違うよ、それな。8割パチンコや。アミューズプレゼンツ、浦間よしかの崖っぱち。この番組は実戦前に引くくじで決められた軍資金の中でなんとか立ち回るパチンコ実戦番組です。お相手はこの方、キズナリンです。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。キズナリンちゃん、はい、ね、もう完全初対面ですけど、はい、もう大人気なんですよね。いやー、とんでもないです。ね、ありがとうございます。ただ明らかにこう肩着の人じゃない感がすごいよな。そうですか。ああ、分からないです、肩着のものじゃない感が。いや、なんかもう権力者の変態プレイもできる愛人感がすごい。でもちょっと鋭いかもしれないです。私ちょっとちょっとだけエッチなライターなんですよね。あ、そうなんや。そうなんですよ。はいはい。素晴らしいですね。なんかどうしてもね、それまで何やってたんか聞きたくなるよな、方法的にね。アイドルなのか女優さんなのか。いやいや、そんな、グラビアなのか。本当に一般人でした、ただの。あ、そうなん。はい。グラビア経験とかはないです。ないです。あ、そうなんや。はい、ないです。え、なんでそんなあるか。プライベートグラビア撮りまくってたんかもな。いや、そんなことない。そんな趣味はないですけど。あ、そう。はい。今日はちょっといろいろと教えていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてこの番組では毎回ガチで生活に困っている崖っぷちゲスト呼んでいます。今回のゲストこの方です。はい、NMB48 のしんしんこと新澤奈央です。よろしくお願いします。新澤奈央ちゃん、はい、よろしくお願いします。新人です。どれぐらい新人。でもパチンコはやり始めて1年ちょいとかです。めちゃくちゃ若く見えるね。本当ですか。24歳です。あ、そうな、はい、はい、あ、ほんならもうお店によってもうママでもおかしくないような感じ。まあ年齢的に言ったら、はい、そうですね。な、高校卒業とともに、はい、まあ、この世界に入ったみたいな感じ。20歳ぐらいから入りましたね。あ、そう。はい。誰に憧れてとか。吉田あかりさんっていう YouTube をされてる先輩がいたので、一期生の方なんですよ。いや、知ってるよ。知ってますか。はい、なんで YouTuber にするのさ、吉田あかりさん。分かりやすいかなと思って。大先輩やろ。あかりやったっけ。はい、あ、そうです、そうです。はい、あかりさんに憧れて入りました。あ、そうなんや。はい、人によっては、はい、モノマネが得意ですとか、あ、一発ギャグが得意ですとかいう子いるやんか。はいはい。うん、私はでもあざといって言われてて、ちょっと萌え台詞とかそういうなんか胸キュン的な一言を言うのが得意です。ああ、それ例えばお願いしていいの今。あ、今ですか。はい、いきます。はい、吉田さん、うん、パチンコばっかり構うのもいいけど心身のことも構って。わあ。これでか、結構なんかグッとくるストレートな。あ、そういうことね。はい、こういうのが得意です。悪いやっちゃな。なるほど。そんなことはないです。なるほど、悪いやつか。悪いやつではない。さあ、軍資金の限度額くじで決めたいと思います。あ、これ貴重やね、なんかこの、あ、この姿の、この消毒姿。そうですね、消毒姿。じゃあいきますね。中見たらあかんで。はい、はい。わあ、フリー、フリー。おー、おー、しかしたらロケ行ってほしかったな。あ、いいね。うわ、3万。おー、ちょっとね、女性2人という珍しい回ですけども、はい、あ、どうなるんでしょうか。行きましょう。はい、今回はサンシャイン協力南にお邪魔してのガチンコ実践。広いホールに寝台大量導入、皆様のお越しをお待ちしてます。頑張れ頑張れ。もうほんま今日女性まみれですよね。ね、こんな日になるんであれば前日もちょい寝てきたらよかったなと思いますけども。ちょっと寝不足なんか気になるけど、まあいろいろと教わりながらやっていきたいなと思います。私はいつもあまり運がなくて、今年もなかなか当たりを出せてないので、今日はちょっと結果を残したいと思います。頑張ります。さあ、私は自称引き弱キャラなんですけれども、本日は大量の出玉を獲得したいと思いますので頑張ります。それではスペックの説明いきたいと思います。大当たり確率が約319分の1のミドルスペックです。で、ラッシュ突入率なんですけれども 50%、
この 50% がすごくてですね、半分半分で3000発、4500発です。もうそれが本当にでかい。ラッシュに入ったら、ST100 回転つくんですけれども、約80分の1が引ければ継続です。で継続率は約 72%。でラッシュ中の振り分けもとんでもなくてですね、50% でなんと3000発なんですよ。とんでもないスペックになっております。なんかスペックだけ聞いてると負ける気がせえへんねんけど。そうなんですよ。まあ一応ね、うん、俺と絆ちゃんは、はい、先読みですか、これ何でしたっけ。これはですね、入賞時宝箱フラッシュモードというものを今カスタムしておりまして、はいはい、紫と赤が選べるんですけど、うん、吉田さんも私も赤を選択してます、はい、ここのね宝箱右下にあると思うんですけど、入賞時にここが赤く光ります。でそれが発生したら SPSP リーチ以上に発展濃厚ですね。新沢さんはノーマルで打たれてるんですね。はい、そうです、はい、新沢ちゃんはなんかこう、ニックネーム的なあんの。私、シンシンって呼ばれてます。あ、なるほど。シンシン、かわいい。普通、下の名前からいきそうやん。いや、そうですね。すごい反対されましたね。変な名前やって。あ、いい音がした。びっくりした。入賞時フラッシュ、起きてますね。すごい。天井さん、保留が緑に変わってます。最初にチャンスが来たのは NMB48 のシンシン。アイドルは持ってるのかな。でこれは弱い方の入賞でフラッシュです。強いのが赤ですね。でタイマーも今発動してます。あ、特別熱い演出は出てないけど大丈夫か。変身チャレンジ、こちらを成功したら変身リーチっていう一番強いリーチに判定します。あ、私来ました。おい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 。あ、そんなええ音なんの。はい、なります。新進に赤保留来た。あ、赤保留だ。50% あります。 50% おー、のぎどきがね赤まで行ってますね。強い。2人とも大チャンスなんじゃない。ライブゾーン行きました。みんなの声を叶えるわ。あなたのハートにズッキュン。あ、変身ですね。変身する PSP 私も行きました。シンシンにゼブラ柄の手紙出現。これはいただいたでしょう。あなたのハートに。もう当たった。私の方まずい。やばい。え、シンシン当たった。はい、どうだ。7割ありますよ。なんやね、フリー引いてる女2人が。わーい、また、うわ、普通だ。やったー。これ外れるの。嘘でしょ。ややこしい、ややこしい。2人とも当たるならまだしもややこしい。やって分かってない。そうそう、分かってないわ。ダメでした。来ました、イエーイ。でここからが大事です。右側行ったら、はい、ラッシュです。右頑張れ。あ、いや、まだ昇格のチャンスがあるので諦めないでください。いやね、単発の崩壊な。分かんないですよ、まだ。まだ分かんないですよ、入るかもしれないんで。まだラウンド中の昇格が残ってるよ。ほな、あ、あ、やったー、おめでとう。あ、昇格した、やったやりました。ボタンできましたね。明日スポーツ新聞に神神って書いて、シンシンって書かれて。これは乗りたい。で、今回は残念ながら3000発でしたね。4500発ではなかったんですが、でも3000発めちゃくちゃでかいので、ここからは約80分の1が引ければ
継続です。うわ、持ってる NMB48 シンシン、大当たりどこまで続く？あ、大当たりましたね。来たー、おっとー、続いてます。来ました。それは今1500の方に引いちゃった。宝箱開いてないんで、おそらく1500発だと思います。多分1500、はい、あー、なるほど、そういうことね。はい、その3000発か1500発かっていうのを告知してくれても、あ、いや、3000発か。あ、昇格女やな。やったー、昇格女や。すごい、すごい、こんな早くに嬉しい。お宝ハンターシンシン、でっかいお宝を奪取せよ。あ、お、あ、来そう。これは大丈夫ですね。やったー。強い、嬉しい。楽しそうに打ちますね。楽しそうですね、羨ましい。早くそこまで追いつきたい。あ、この瞬間が一番ドキドキするんです。あ、とりあえず1500発でした。さっきみたいに昇格するパターンもあるんで。え、シンシンいくらで当たったん？いくらですかね。ここに2500円。え、そこに75って書いてある？はい、今1万引く7500ができへんかったってこと？ちょっと言わないでください。マジか、そんなやつどこまでも負けてええはずやろ。うわ、本当にすごすぎる。また当たりました。来た、連チャンするだけして、もう取れ高十分でしょ、帰っていいですかって言うやったらおもろいけど。なんか逆にちょっとそういうギャップ欲しいですね。結果によっては言ってほしい。ここで本番やったら野球流れてんね。こちらのお店テレビあるから。撮影しているこの日は WBC 決勝が行われています。あー、びっくりした、来ました。きつー。あ、この保留ですかね。今は WBC よりパチンコに集中してください。あー、緑まだ弱いね。ドキドキチャージをして、ライブゾーン、この一個上の熱狂ライブゾーンっていうところに行くと大チャンスなんですね。これは出て当たり前。まあ、そうですね、あの上の焼け物が落ちてくる方がチャンスです。あー、ガールズルール。なんか熱そうよ。インフルエンサー行きます。これすごい強いリーチ行きます。そして私も起きちゃったんですけど。なあ、インフルエンサーなのでタイトルがゼブラ柄とか出ればもう大当たり濃厚になります。サムライジャパンより先に吉田さんは勝てるのか。あ、この歌は俺でも知ってる。はあ、インフルエンサーなんかほんまここ数年で出てきた言葉もなかったけどね。俺40前半までなかったんちゃうか。あ、赤カットイン、悪くない、悪くないです、すごくいいですよ。よろしく、うっせよ。うせやん。え、何が足らんかった？チャンスアップが足らなかった。嫌な予感はしてた。ちょっと嫌な予感してました。はい、でもガンガン言うてや、ここでこれがあったらもっとチャンスでしたとか。わかりました。うん、なんかこう言い過ぎてなんか期待感持たせて外れるの嫌だなって思って、はいはいはい、ちょっと見守ってました。なるほどな、はい、大丈夫、まだ8000円やし、はい、まだまだ全然そんな、うん、そうね、当たる言うたやんけみたいな、もうそういうのは良くないっていうのも俺も気づいたし。気づくの遅い。大丈夫です、私も外れました。その時シンシンは、あー、ちょっと終わりそうねえ。あー、絶対、あ、やばい、頑張れ、シンシン頑張れ、頑張れ、あー、やばい。終わってしまいました。はい、終了。それにしてもめちゃくちゃシンシンちゃん、はい、
まあ、ファンの間ではもう常識なんやろうけども、はい、AKB とか NMB とかは48やんか、はい、なんで乃木坂は46なん？お、確かに気になる。なんでなんですかね。うせやん。あ、そう。身内でも知らんもんな。はい、気にならへんかった？でもなんか公式ライバルみたいな感じなので、似たような、似てるけど違うみたいな感じなんですかね。いや、まあそれはそれはみんな思ってますよ。ちょっと調べてもらって。調べてもらっていいですか。調べときますじゃないね。やるなあの女。でも NMB ももう女性ばっかりやから、楽屋とか結構鼻くその話とかするんじゃないの。鼻くその話って何ですか。見てめっちゃでかいの撮れたとか。しませんよそんな。いやでもなんか知っててほしいな、なんか。鼻くその話はしないシンシンに再びチャンス。あ、ゴール、あ、オンエア50%。大チャンスです。ライブゾーン突入しますね。おいでシャンプー。タイトルとかは通常ですね。わー、強い。インフルエンサーいきますね。熱狂ライブゾーンです。早いですよ、まだ2人当たってない間に2回目なんで。チャンスアップ大事ですね。星の数タイトル、あと激ラブブーストがあるかどうか。あ、お、テロップ赤い、赤。シンシン2回目の初当たりなるか。トラックボタンは赤以上が 出れば大当たりの方向になります。赤カットイン。チャンスアップ、ちょっと足りないかもしれないですけど、ワンチャンあります。どうだ、頑張れ。あ、当たった、当たった、当たった、やるな、当たりました。早い、すごい、今日持ってるかも。いい笑顔やな。シンシンが、はい、嬉しかったです。今度もトレジャーダッシュ突入なるか。ラッシュ取りました。やった、持ってるな。やった、すごい持ってますね本当に。こんな簡単に当たるのかよ。ねえ、本当にすごい簡単に見えますけど。あ、大当たりしていない2人を残してシンシン2回目のトレジャーダッシュ。あ、来た。来ました。今のところうますぎてパチンコの申し子みたいな感じです。すごい、こんな順調にいくことあんまないから。お、宝箱が抜けば、あ、来た、来た、来た、ドキドキした。あ、あれ両方なのかな。あ、でも早い、でも当たった。ね、50% を超えてくると大チャンスって感じ。おお、あ、まあ、90はもう、はい、もうもうもうですよ。いっちゃってください。はい、おめでとうございます。来ました、やった、でっかいお宝ダッシュ成功。なんで今4連してるところか。はあ、で3000発も引いてるので、あ、やばい、終わりそう。あ、4連終わりました。やばい、終わりそうって言ったやんか今。はい、残り何回転目ぐらいの時に言ったん。10ぐらいです。ああ、
結構ギリギリまで我慢するタイプなんやね。だからあの感じのやばい終わりそうっていうなんかいい感じのやばいが出んねや。いいね。次ちょっと残り5回になるまでやばいっていうの我慢してや。何のあれですか。メグさん今日本どの状態か分かりますか。 WBC 決勝の行方が気になる。3対2になってる。やばい。こうはこれめちゃくちゃ見たいやん。これちょっと画面映ったらもう変な問題発生したら嫌なんで隠してるけど、9回表に1点リードで大谷出てきてんの。これでそのまま抑えて優勝ってことあんの。どんな人生やねん。人間何回目よ。これもうたまらんやろね。今仕事休んで見てる人ね。俺がパチンコ打ってるとこよりこの日本代表の試合のハイライトそのまま流した方がいいねボタンつくんじゃん。パチンコ番組ってこと忘れてる。ここ一応 WBC 映るようにしてるけど8割俺気持ちパチンコやからな。それプロですから。さすがです。当たり前ですよ。でも目線は基本こっちなんですね。あ今なんかすごいすごい当たり打たれたからファールやったけど。え野球見てる。いや私詳しくなくて、でも結果を知って、まあ、すごいぐらいの感じです。あじゃあ WBC、まあ、日本応援してるけどそこまで野球自体は見てないねや、はい、そうなんですよ詳しくないので。心身は。私もそうですニュース見るぐらいですね。ああそうなんやもったいないな。これ野球詳しかったらもうめちゃくちゃすごい何週間か遅れてるよ。めちゃくちゃ楽しいもん。あーランナー一塁いった。1点差やのに。もう完全野球じゃないですか。違うよ。違う。8割パチンコや。いやー来ました。ダブルプレー取れるか。取った。ダブルプレー。野球実況チャンネルになってしまう。ねなってますね。ツーアウト。ツーアウト。嘘やん大谷。これで抑えて勝つん。おいおいおい、これバッター誰よ。これ誰が出てくるか超大事。トラウト。ここで最後トラウト来ます。ちなみに生田さんは当たったらラッシュのお子になります。トラウトより生田絵梨花に注目で激ラブ出るよね。出ます。はい、激ラブ出ました。なんで、70% これを外したくない。うわパットンヤカー6割あります。ここでトラウトボタンお願い。あったあっちゃー。しかも逃げずに勝負してます。そして生田さんで当たったのでラッシュです。ちょっと隣で当たったんでもうちょっと関心持ってもらってもいいですか。もうちょっと吉田さん当たりました。うるさいな。嘘じゃんパチンコじゃなくなってるじゃないですか。今もう1点差で勝っててツーアウトでピッチャー大谷選手でもうバッターはもう世界最強と言っていいバッターや。逆になってるじゃないですか。こんな状況ある。世界中が注目する対決だけど凛ちゃんにも注目しろよ。空振り。右が来ます。 OK 初当たりでトレジャーダッシュゲット。せやろ2ストライクバッタートラウト9回表1点差日本リード。さすがの大谷選手も緊張してるのかちょっと引っかかってボールが外角低めワンバウンド、うん、ちょっと後ろにそれていきましたね。ああいう勢いあるとバッターもねちょっと気持ち楽になるのよ。あ緊張してるの俺だけじゃないのか。ここ勝負。うわすごいスライダー優勝三振。
パチンコじゃないところで盛り上がってるっていう。マジでかっこいい。ここで最後スライダーで三振やで。あ、来た、来ました、4500。お、出せました。刺してた指がなんか俺の代か思ったから俺打ってへんのに当たった思った。なんで当たったんやと思った。打ってないのに当たるか。日本優勝したらそんなええことあんのか思ったけどピーフラが来てね、教えてくれました今。あ、そう、最後1点差でね回ってきて抑えるって。キズナちゃん今大谷選手がやってきて、はい、その台打つからどけって言われたらどけや。ちょっとどけないですね、ごめんなさい。それはそれでプロ、今熱いもん感じた。ごめんなさい。おお、これは譲れないです。あ、かっこいい。はい、すいません。あ、なるほど。はい、今ちょうどいいところなんで。おお、これは譲れないです、誰にも。いや、はい、わかりましたって言うに決まってると思って俺今聞いたんよ。いや、譲れないです。あ、かっこいい。かっこいいがあちこちにあるはい、前半終わりました。キズナちゃんどんな感じですか今。私はですね、今ちょうどラッシュ中でございます、はい、しっかり4500発取れましたので、おこの後が楽しみって感じですね。4500をもう引いた、はい、取れました。すごいなで、止めてこう食事休憩行くこともできる台。そうです、止めて食事休憩行くこともできる台です。なあ、はい、幸せな状態で取れる台やね。はい、今幸せな状態です。なあ、さあ、シンシン。はい、そうですね、私も前半にすごく当たりを出せたので、ちょっとこの調子でなんか無双じゃないけど行きたいな、行けるとこまで行きたいなってすごい思いますね。いや、すごいよね。いや、もうめちゃくちゃすごい。2回とも当たって2回ともラッシュっていう。そうですね、頼もしいですよ。はい、任せてください。ハマったことある？あります、本当に。もう1回も当たらず終わったことあります。収録で？はい。あ、その時はイライラするの？さすがにイライラというか、もう悲しかったです。なんか気持ちが沈んじゃいましたけど。すごい、なんかもう純粋にパチンコ楽しんでる感じ。はい、そうですね。久々になかなか芸人には出せない笑顔というか、はい、そういうのは見せてもらいました。うん、俺は、まあ、俺だけが当たりないという状態ですけども、やっぱりね、WBC 決勝、1点差で大谷投手。ね、はい、漫画ですよ、これ。いや、でも吉田さん、うん、集中力を欠いた結果ですよ、これは。いや、絶対そう思う、私は。はい、あのね、パチンコ番組、自分のパチンコ番組をやらせてもらいながら、WBC の決勝が見る、テレビがあるお店って、そんな、なかなかないで。ないです、ないです、ないです。今日たまたまそういうお店で、今日たまたま WBC の決勝を、自分のパチンコ番組やりながら見れるって、これ、俺、幸せ者やで。確かに。十分です。今日は私出なくてもいい。前半はね、前半は日本代表の方が見せ場作ってくれたんで、後半なんとか僕の方が見せ場作りたいなと思います。では今回はこの辺で、さよなら、バイバイ。YouTube 協力チャンネル内のコメント欄に寄せられた視聴者の皆様からのお便りをご紹介します。イベリコちゃんからいただきました。青保留をアホイって言うの好きです。あの青保留腹立つから、はい、アホイアホイと言ったりしますけど、そういう自分なりの用語みたいなんてある？自分なりの用語みたいなのはないですけど、私結構パチンコ打ってると荒々しくなるタイプなので、普通普段使わないような言葉で出ちゃいます、パッと。ボケとか、いや、バカだねとか、こんちくしょうとか言っちゃう。こんちくしょう、こんちくしょう、こんちくしょう、なかなか出えへんぞ言っちゃうんですよ。あ、そう、はい、結構皆さんにギャップで驚かれますね。はあ。まだ今のところかけっぱちではそこまで追い込まれてないから。いや、今正直ちょっと今猫かぶってます。おう初対面ということもあって、はいはいはい、猫かぶってんのバン脱ぎ捨てて、はい、脱ぎ捨てて、あらあらしい、あらあらしい、もんもんまみれの絆ちゃんを見せてくださいよ見せたいと思います。皆様たくさんのご投稿ありがとうございました。毎回ご紹介するので、じゃんじゃん投稿してください。お待ちしてます。
後半どうなる？これこの勢いやったら NMB のセンターやな。センターなれますか？あ、まだ若い。あ、当たりました。またそんな当たる。トレジャー王に私はなる。何や突然。